向かって右側、今日は藍染め色、インディゴブルーのユニフォームではなくスカイブルーのサマーユニフォームに身を包んでいます。現在17位の徳島ヴォルティス。今試合開始の笛が吹かれました。17位の徳島が13位のガンバを迎えるという J1 の23節です。そうですね、いろんなところ顔出してますよね。レアンドロ・ペレイラに当てに行きましたが、ここは拾い直す倉田。倉田前が空いてシュートを狙ってきた。しかしファインセーブ長谷川。少し前が空いた状況。さあゴール前横一線動き出して宮サイドで宮代合わせた。フリックして枠を捉えました。今シーズン6ゴール、徳島ヴォルティス前半30分先制に成功しました。ニアサイドうまく入り込んだ後コントロールしたいいシュートでした。ゴール前一列少し前に出たところに庄司がいて、レアンドロ・ペレイラ庄司、レアンドロ・ペレイラ、しかしファインセーブ長谷川。使えてますよね。杉森から岸本に出て、岸本のクロス宮代か、西谷が絡んでいく。もう一度クロス、岸本がいる、クロス上げた西谷、追加点を挙げました。前半終了間際、西谷の今シーズン初ゴール、リードを2点に広げましたホームの徳島。素晴らしいですね。完全に崩しきった形になりましたね。中央を取りながらサイドスペースをうまく使って、最終的に中央で人数をかけてきっちりと仕留めましたね。もう同じ位置から2度同じホームで狙って2回目は綺麗に枠に収めました。西谷、うまく抑え込みました。ボールを一度タオルで拭いてから近くの鈴木徳馬にスローインを入れていくというフェイクを見せます。ここは中に入る宮代のシュート、東口走いてその後のボールを抑えました。ここはキーパー正面でした。柿田小西の絡みでした。西野が厳しくいく、ジエゴも前に出る、小野を囲い込みに行きますがよく残した小野、すぐさましかし藤田11番、おっとチアゴ・アウベス、一瞬の隙を突きました。鋭い左足、ゴールネットを揺らして1点差に詰め寄っていますガンバ大阪。この大野のパスが素晴らしかったですね、はい、ここに出すかというところでしたけど、このボールに対してダイレクト。今、試合終了の笛、徳島ヴォルティス、4月7日、8節仙台戦以来のホームの勝利。サッカーを愛するすべての皆様へ、J リーグはお客様にスタジアムで安心・安全にご覧いただくために、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。